はい、どうもジュビです。今回はなんですけども、ついに固形村の、僕のとっての人格が完成したんで、今まで使ってた村の人格とどういう違いがあるのかっていうのを、説明していきたいなと思います。で、まず今まで使ってた人格がこちらなんですけども、上下の、凶暴が鈍りで、指名手配ので檻の獣っていう感じで、こういう感じで人格を作ってたんですね、村。ここの檻の獣を、凶暴に移動したり、怒りに移動したりっていうような遊びを持たして、でもどこにも行けないんで、檻の獣をここに置いて、スタンに強くしようっていう感じの構成にしてたんですね。ただ今散歩の時代じゃない、チェイスの時代じゃないですか。なのでチェイスに強くしようっていうことで村のね、人格を変えまして、というわけでその村の人格がこちらで、今の固形村ね。はい、というわけで変わったのが、獲物を追うよサンブリにしたんですね。このサンブリで今のチェイスパーティーに、強くしたっていう感じですね。で、どこの人格を減らしたかっていうと、この鈍りの凶暴を1個減らして、で檻の獣を1個減らして、でもう1個がこの破壊力を3から2にしたんですよね。3ぶりから2ぶりにしたんですよ。ただジョゼフってもういたわりが超早いんで、これ2ぶりでもね、めちゃくちゃ早いんですよね。だから3ぶりとほぼ大差ないぐらいのいたわりの速さで、しかも獲物がついてるっていうような人格ができたんで、これかなり強いんですよね。僕が使った中で。なので、この変わった試合っていうのを、見せていこうかなと思います。この人格の新しい強さを見せる試合へ、レッツゴー！はーい、というわけでね、この試合を見ていきましょう。固形村なんですけども、スポーンがサトウキビ畑、違うね、トウモロコシ、草いっぱいのところから始まります。僕は村のね、スポーン位置、ほとんど覚えずに来てるんで、初動はサバイバーを見つけてから写真を撮るっていう形にしてます。で、1人がここ真ん中に湧いてるっていうのは知ってるんですけども、ちょっとどこに行ったかつかめないんで、心理学者の方向に戻っていきます。で、ここを学者殴るときなんですけども、2回目殴るときに表に出るんですよね。で、これで学者が海辺にいるっていうことが分かりました。で、ここで、学者を早速釣っていくんですけども、ここで耳鳴りが鳴ったら、小屋側に逃げていってるっていうことが分かるし、で、耳鳴りが鳴らなかったら船側に逃げてるっていうことが分かります。で、耳鳴りが鳴ってたんで、ここでね、学者を捕らえることができるんですね。初動はなかなかいい感じ拾っていってますね。ただこれもう一回同じことできるかって言ったら、多分再現はできないと思うんで、この試合だけの立ち回りっていう感じになりますね。で、学者を一回釣っといて、で、指名手配で、技師の位置が分かると。で、ここからがトンネル作業ですね。傭兵と読み合いをして、肘当てを使ってもらって、で、ここに確実に一撃を与えると。結構稼がれましたね。で、心理学者をトンネルしていく。で、暇なんでいたわりもしておいて、で、学者が1台あげたのかな。ここまでは普通の立ち回りですね。で、ここで学者を釣っていくと、学者じゃない、写真を撮っていくと。このペースだと引き分け濃厚なペースですね。通電は免れないだろうっていう感じをしています。で、耳鳴りが鳴ってるんですよね。なんですけども、ここで、
指名手配の強いところで、ここで学者についてで、耳鳴り要因だった心理学者じゃないわ、患者か、患者にねついてすぐにね圧をかけることができるんですよね。うん、でここ救助された方が嫌だったんですけども、まあ患者が離れていってくれたんで見捨てということになります。これはかなり楽になりましたね、試合展開で。患者をってもあんまりうまみがないなって思ったんで、他の暗号機回されるなって思ったんで、まあ立て直しをするであろう傭兵と技師の方向に向かっていきます。でここからなんですけども、ここから獲物の強さが出ます。まあ、肘当てを持ってる傭兵なので、やっぱり傭兵老いるんですよね、獲物の効果で。でここ板を倒してくれて獲物発動ですね。本来ならここ確実に間に合わない距離なんですけども、間に合っていくんですよね、ここの板感が。もうこれは獲物の今の10秒ぐらいの獲物発動で一気に距離詰めてダウンまで持っていけるようになりましたね。獲物強いですね、これは。でトンネル作業かな。でここで隠れていた義手を見つけて一撃を与えると。で傭兵はね、まだ肘当てが1個あって板場に逃げられたんで、まあ義手のトン、義手に投げちゃうんですね。うん、この海辺で守りつつ、で傭兵の裏を守れるんで、まあ、この位置でダウンしてくれるっていうのはとてもでかいですね。しかも傭兵もダウンが取れそうですね。うん、でここで耳鳴りが鳴っていて、患者がね今傭兵の救助に来ようとしてたのかな。でここで見つけることができて、でここで鬼没を使っていくと。これで救助来れないと。で、まあ、義士が騎士会吐かないように持って傭兵の裏をケアして、で義士を釣っていくと。うん、結構いい感じですね。これで傭兵は騎士会吐くまで誰も解読できないっていうような状況になりました。うん、これで結構時間があって、でロボットがね自ら救助に来るんですよね。これはラッキーですね。うん、まあ、解読されてたら危なかったんですけども、まあ、近くに暗号機がなかったみたいで救助に来るしかないみたいですね。うん、で写真を撮っていく。傭兵が起き上がったんで救助ケアですね。でもうここの近場で耳鳴りがなかったんで、まあ、確実に肘当てを使っても間に合わないだろうっていうことで回してる暗号機に寄せていきます。でここ裏入るんですけども、これ裏入って、まあ、すぐに釣るんじゃなくて、一回表に出てこの患者を暗号機から離すっていう動きをしたり、まあ、表にいる傭兵の位置をね確認するっていう作業をすると、そのまあサバイバーの位置を把握できるんで、動き方がねかなり明確になると思います。でさっき表見た時に海岸で傭兵が回してたんで、傭兵の方に圧をかけていきます。で患者は絶対に船上を回すんで、まあ、このさっさと傭兵を捕まえるっていうことが大事になります。でここでまた便利なのが獲物を追うなんですね。本来ならここのね板乗り越えからの攻撃が間に合わなかったかもしれない場面でも、まあ、余裕で攻撃が間に合うという、これで稼がれることなく傭兵のトンネルができるっていうね、この傭兵の
段はもう確実に、ま、獲物の効果で、獲物のおかげで段が取れたと言っても過言じゃありませんね。というわけで、あとは患者を段をして勝ちということで、まあ、新しい人格いかがだったでしょうか。もしね、迷ってる方がいたら、まあ、上下でちょっと真似てみてもいいかもしれません。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてね、もう一本動画見てくれると嬉しいです。それでは、バイバイ。